帯ですんで、ちょっとでも風が立たれるとこう行ったり来たりをしちゃうんですね。あと下の磁石と反発もありますんで、ちょっと窒素が減ってきちゃってますんで、超伝導物質にできてますけども、まあ、一部は不純物のちょっと実験用ですので混ぜ込ませてあるものですね。